はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は3月6日金曜日、時刻の方は11時22分です。今回はプリペイドSIMについてね、ちょっと簡単に触れてみたいと思います。カレンダーワールドさんの出荷がね、緊急でできなくなったね。でその理由は教えてもらえないということでね、製造元の事情により出荷できなくなったということで、これまではね、なんでだろうなっていうことで、本当カレンダーワールドさんが結構ね、ハブにされてる現状があるわけでしょ。で他の会社は100ギガとかね、そういう大容量を楽天とかアマゾンとかね、ヤフーショッピングとかいろんなところで売ってるよね。で、まあ、メルカリとかそういうところでも、まあ、あるわけだし、そのなんでカレンダーワールドさんだけそうやってハブにされるのかっていうね、そこの疑問がまず出てきました。で、その製造元の理由ってなんだろうなということでね、もしかしたら SIM がね、入ってこないじゃないか、中国の方からね、作ったのかっていうね、まあ、そこら辺も、まあ、確かにそれもあるかもしれないよね、ということで。で、まあ、5日ぐらい前からね、視聴者様からの投稿の内容でね、まあ、一部こんな内容もありました。ね、ソフトバンク回線、いよいよスマホ回線で規制発動、これによる影響はってことだよね。ソフトバンクは新しい料金プラン、メリハリプランとミニフィットプランを発表しました。ということでね、まあ、この情報は皆さんもね、もうすでにゲットしてる方多いでしょうね。話題になってると思うのでね、もう1週間は経ってないのかな。でも発表されてもう結構2週が経ちます。で、まあ、どちらもデータ使用量が少ない時期は自動で料金が安くなる新料金プランで、3月12日から申し込み受付を開始するそうです。でここまではごく普通の新プラン発表なのですが、実は今後影響が出るかもしれない文章が新たに追加されましたということで、まあ、それがどういうことかというと、時間帯により速度制限ありってはっきり明記されました、ね。はっきりとも書かれている。でこれは今まで明記されていなかった内容であり、ポケット Wi-Fi やソフトバンクウェアなどではそのようなニュアンス的な内容はありましたが、なんとなくね、スマホ契約者にも適用の動きを見せた形となっています。新しい料金プラン、メリハリプランとミニフィットプランなど、新しいデータプランなどから適用されるようですが、実際の影響については今後何かしらの影響が出てくるものと予想されます。例えば今後入荷予定のデータSIM等に適用がされる可能性が出てくるわけです、ね。カウントフリーによる影響が出るのを見越しての対策をしてきた感じと思われますね。3月11日をもちまして、速度制限のないギガモンスタープラスおよびミニモンスターが新規受付を終了いたします。3月12日より時間帯による速度制限ありの新プラン始まります。まあ、ちょっとひどいですよね。また一部のプリペイドSIMが新プラン移行のため終了し、3月12日以降より再開予定だそうです。ということで、うん、これがね、5日前と4日前のね、投稿でいただいております。で、これまでの流れを、考えてみると、あ、やっぱり、こっち側の理由の方がなんとなくなんかしっくりくるよね。あ、そうかっていうね。なので新しい新プランが始まるわけで、そっちの方はもう完全に時間帯による速度制限がある、ね。これは他の、まあ、au とかね、なんだっけ、ワイマックスかね、それはお昼とか夜の時間帯っていうのはほら制限があるでしょ。で、ワイモバイルね、前はアイビデオさんでも扱っておりました。今なくなっちゃったけどもね、ワイモバイル自体あれがなくなっちゃったのかっていうとそうでもなくて、まあレンタルWi-Fiの契約ではなくなっただけだと思うんだけど、アイビデオのね。で、あれ自体はなくなってないと思うんだけど、あれも実はその3日で10ギガ
使うと18時から1時まで7時間の速度制限があるんだけども、実はその3日で10ギガ使わなくてもグループ分けで9時から10時から11時から組で、速度制限されるっていうね、こともあるっていう、混雑具合によって。あとお昼の時間帯とかね、そこら辺に速度制限を食らう場合があるっていうね。1時間ぽっきりなんだけども、なんかこのグループ分けしてなんかあるというね、そんなようなのも前あったよね。でなんだかんだ言いながらやっぱりその回線自体もこんだけみんなが使ってるわけでね、使う時間っていうのが集中してくる。どうしてもやっぱみんなのこう生活サイクルがね、もう何通りかに分かれて、普通に朝から夜で夕方まで働く組とで夜働く組とこういろいろあるけどもね、3交代とかでも大体集中する時間って決まってくるよね。でこんだけ子供たち、ね、未成年もいっぱい回線を使う時代になってきたので、そうするともうそのことを考えると集中する時間とか決まってくるから、そういうものもだんだん対策していかないとこの通信業界やっぱバランスがね狂ってくるよね。それで今まではそのいろんな、なんだかんだ言いながらちょっとこうちゃんとした使いたい放題ではないんだけども、ソフトバンクとしてもね、あまり速度制限をかけないっていうね、そういう元々のプランというかそういうものもあって、でその中でいろいろバーッとね視野広げてきたんだけれども、ここへ来てちょっと方向転換ってことでね、時間帯の速度制限がありというね、そういうもので調整をし始めてきている。で、プリペイドSIMとかレンタル Wi-Fi とかね、そういったものの契約っていうのがあって、これは契約期間っていうのがあるんでね、例えばプリペイドSIMだったらこの内容の契約で何年間っていうのがあってね、それでその契約が終わるまではその内容で使えるよね。普通一般の普通のところで契約するとね、普通のところってキャリアでね契約するとね、そのプランが終わるまでずっと使える。例えば元気なうちに言ったらソフトバンクの300円の書き放題、今これをね300円で使おうと思っても使えないわけでしょ、契約できないでしょ。ででもその時に契約したものがずっと有効になって今使えてるわけなんだよね。でそれと同じようにこのプリペイドとかレンタルSIMっていうのは、そもそも契約が双方の合意にもって結びつけられるものなので、持ってるものがそのまま使えると思うんだけれども、でもiビデオの例を考えてみると、例えば元気なおじいが持っていた603とか502 Y モバイルのやつで、それはまだSIMの契約期間が残っているのに、来月何日から50ギガになりました。使いたい放題じゃん、 Y モバイルでアドバンスモードが使えなくなりましたかね。そういうのを強制的にされました。であとはほらレンタル Wi-Fi の SIM も契約期間があるので、例えばiビデオから借りてた時にこの SIM の期間期限が間もなく切れるので新しい SIM を送るので、何日から使えなくなるからその SIM にね差し替えてください、で古いものはそのまま廃棄してくださいということで新しいものが来るよね。これが期限切れなわけなんだよね。で同じ内容のものが来て差し替えれば使えるっていうこっち側の SIM の期限延長ではなくて新しいものが来る。で例えばプリペイドSIMの場合は、例えば1年なら1年、2年なら2年してこう期限があってそれを買うんだけど、延長したい場合は事前にお知らせくださいって言うから、その番号で延長も可能なんだよね。それができるかできないかはその仕入れ元がやってくれればの話だと思うんだけどもね。大体だから買い直してくれというのが基本だと思うけど、延長も可能だよというのが現状なんだけれども、今見てもメルカリ見てもカレンダーワードさん見当たらなくて、で販売終了のやつを見てもねちょっと見つけることができなかったね。違うところだよね、例のアマゾンとかっていうあそこだよね。で
これね、考え方によってなんだけど、この完全な切り替えになるのか、それとも分けるのか、これどっちなんだろう。だ今までの従来 の, そのソフトバンク的にはこういう、こう制限のないものっていうのがあらゆるもので存在していたっていう。でその制限がないとは言っても、その容量の制限はあるんだけれども、その速度制限ね、そういったものの制限ってないでしょ。Y モバイルとかそういったもの以外は、だってその決められた定められた容量、100ギガの100、300なら300レンタルしてて、その容量以内だったら速度制限食らうことないよね、これはね。でアドバンスモードに使いたい方だとかね、ああいうやつは通常モードだと7ギガ以上使ったら速度制限が来て、それからアドバンスモードだったらいつも使いたい方だよ、でも速度は安定しないし、この時間帯は遅くなる場合があるのと、3日で10ギガ制限はこの時間帯だけ翌日制限されますよっていう、そういうことが確実に明記されていたよね、定められていた。で今回の場合はそうではなくて、完全に今回はその容量が決まっているものも、要は時間帯による制限の新プランが出たということは、一律してそのそういうシステムに持っていくんじゃないかなっていうのが今回のこの予想なんだよね。なので一部のプリペイドシムが新プランにこのため終了しっていうことは、このこちらのプリペイドシム自体、今売ってるものは旧プランで契約してるからそのまんま使えるとは思うんだけど、最悪の場合ね、考えられるのが、今までの旧プランの契約で、例えば1年なら1年とかね、2年なら2年とかで、ロングランで前払いして借りて使っていた方が、この要はソフトバンク側の方の運営の、で、まあ、このいろんなプランがあるんだけども、このやり方が変わった、方針が変わったおかげで、要は iVideo の i モバイルがね、ソフトバンク回線強制に50ギガとかにされちゃったみたいに、その時間帯制限が来ないとも限らないよね。今までプリペイド SIM で借りていた方は、そのままその期限が終わるまで、その条件のまま使わせてくれるのか、それともこのあと期限が3月12日以降になったら、順次速度制限されちゃう時があるのかどうなのか。でその容量無制限と速度制限は違うからね、容量制限と速度制限は全く異なるものなんで、なんで、まあ、100ギガとか300ギガの、ね、プリペイドシムを借りたとしても、それがね、その容量は使えるけれども、その容量を超えたらね、いつ速度制限来るか分かんないようだと思うんだけど、でもそのこういう時間帯による速度制限っていうものが存在する。要は一時的にその時間帯だけ速度の制限するけども、でもそのずっと月末まで速度制限で縛られちゃうわけではなくて、そのほんの短い時間帯だけ、例えば12時から13時までの間とかね、例えば20時から22時までの間とかね、そういう、こう短い時間帯だけ速度制限があるよとかね、ある場合もあるよとか、なんかそういうものに切り替えちゃう可能性がないわけじゃないよね。なので考えられることは2つ、今まで長期で前払いで借りた方がそのまま使えるのか、それともこの新プランに伴って強制的になんか変わっちゃうのか、ここが注目されるところだよね。それで、これからはこのプリペイドシムがもう切り替わるので、そういった意味でカレンダーワールドさんへの卸しやつも、そのこういう時間帯の速度制限がないプランを卸すっていうものが、要はどうしてもソフトバンク側としてはもうこれが始まることなんで出したくないっていうのがあるとしたら、これが通信会社、要は製造元の都合によるもので、内容が言えないものだとしたら、ちょっとこれ一致するんじゃないかなって思うよね。そうすると本来はその入荷がね、3月の何日に入荷予定のものが、それまで先に言ってるわけだから、それを出してくれればいいけど、やっぱ数がたくさん
あるわけだしね、やっぱり、ね、10枚20枚売ってる会社ではないからね、もうカレンダーワールドさんもものすごいたくさん売ってるからね。なのでやっぱりそこのところは抑えられちゃったのかなって感じするよね。でその今のところは次回の入荷は未定とはなってるものの、その今までと同じ内容での売り方っていうのができなくなってくるよね。それがこう100ギガプランにしても300ギガプランにしてもね、時間帯による速度制限がありますよっていう、容量としては使えなくなっちゃうわけじゃないけれども速度制限がありますよっていう、そういうプリペイドSIMになるわけだよこれがね。なのでその新しい内容でのこう売り方も完全にその今までのものは大丈夫でこれからのものがダメなのか、今までのものも含めてこう強制的にされてしまうのか、これがねちょっと注目されるところだね。であとはまあ、あらゆる今のレンタル Wi-Fi のルーター付きとか SIM とかプラン、これがねどうなるんだっていうことだよね。ここが一番注目だよね。アイビデオの場合はもう強制的にプラン変更をねされたっていうことがあるので、いや途中からこういうふうに強制変更されちゃうなっていうことがゼロではない可能性は。でも毎月毎月翌月分を前払いで払ってるそのレンタル Wi-Fi だったら好きな時にやめれるっていうね、そういうメリットがあるよね。なのでこう縛りがあってこう何年間やめられないとかさ、そういうのを契約しちゃった人とかね、前払い式のプリペイドとか、あとは1年とか2年の縛りがあってね、しっかりこれルーター何年経ったらあなたのものだよみたいなね、それをお得みたいなね、そういうのをこう契約した方がもし途中からなっちゃったとしたら、これはちょっと偉いもんだよね。でも必ず契約書の内容を見ると、この時の契約した内容はこれで同意してるけども、途中で何かこういったものがね、あった場合は、その権限はこちらにあるよっていうのが契約書の中に書かれていたら、途中でプラン変更されても文句は言えないということになる。これがね。なので、皆さんね、契約するときにはその、規約内容をね、どこまでしっかり読んでますかということでね、今利用のものが何かがあっても安心なのか安心ではないのかというね、そこが運命が左右するんじゃないかなと思います。だレンタル Wi-Fi とかプリペイドSIMにしても何にしても、どんな内容もしプラン変更した場合はどうなるのみたいなね、そういうのがある、まあ、料金の変更は別として供給元のね通信会社権限強いからね、なのでそこら辺がどうなってるかだね、きっとね。はい、そんなわけで、今回はねこんな情報があったので、ああもしかしたらなと思って今動画にしていました。まあ皆さんもね、皆さんの意見はどうでしょう。いやおじいも確かにこうやって言われるとこれが絡んでるじゃないかなって感じもするよね、タイミング的にね。はい、まあ、もしかしたらこれが答えなのかもしれないね。以上です、おじいでした。参考だったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。